さて、高気圧では、地上付近では、このように空気を周りに吹き出し、低気圧では吸い込みます。その様子を上から見ると、このようになっています。この矢印は、地上付近の空気の流れです。空気が、まっすぐに吹き出さないで、曲がっているのが気になりますね。このように、流れが曲がる理由もわかっています。この図は、日本付近での高気圧や低気圧の図なのですが、北半球では、移動するものに対して、進行方向に対して右向きの力がかかることがわかっています。ええ、どうしてそんな不思議な力がかかるのですか？はい、それは地球が自転していることに関係します。数学的な説明はとても難しく、大学で習う数学が必要となるのですが、ここでは直感的に理解できるように説明しておきます。これは地球を切った図です。今、ここに空気があって、この空気が赤道の方に流れていくとします。すると、その空気は地軸から遠くへ行くことになります。つまり、この距離が長くなります。これを北極側から見た、このような回転する円盤に置き換えて説明します。地球の自転はこっち向きです。ここに A 地点、ここに B 地点があるとします。まず、A 地点に人がいるとします。この人が B 地点に向かって、つまり中心から遠い方に向かってジャンプしたとします。すると、B 地点には着地できないで、少し右に着地してしまうのです。どうしてですか？はい、理由を言います。例えば、この円盤が1秒間に30度回転しているとします。その場合、この長さとこの長さは同じではありません。この長さが AB それぞれの地点の横方向への移動速度ということになります。そして、今、この人が、この地点を目指してジャンプした場合、横方向への移動速度は、この人よりも、この B 地点の方が速いということになるので、結局、この人は、B 地点の右側に着地してしまうのです。反対に、B 地点から、A 地点に向かってジャンプする場合は、B 地点の方が横向きの速度が速いので、この辺りに着地してしまうのです。つまり、目的地の右側に着地するのです。このように、北半球では、進行方向に対して右に曲がるような力を受けてしまうのです。先生、こっち向きに進む場合はどうですか？おお、鋭い質問ですね。こっち向きや、こっち向きのように、回転の方向と平行に移動する場合には、回転の遠心力や地球の重力との関係で、やはり右向きに曲がろうとします。解説はちょっとややこしいので、それは省略させてもらいます。とにかく、北半球では、移動する物体は、右向きに曲がろうとすることを抑えてください。南半球では、左に曲がろうとします。赤道上では、理屈の上では曲がりません。さて、それを知っておけば、これらの風が曲がる理由もわかります。高気圧の場合、ここにある空気が、外に向かって進む場合、進行方向に対して右に曲がるのですから、こっちに曲がっていくのです。つまり、高気圧では、時計の針の回転する方向、つまり、右回りに空気が吹き出していることになります。反対に、低気圧では、ここにあった空気が、吸い込まれていくとき、右に曲がるので、このようになります。つまり、低気圧では、左回りに空気が吸い込まれる、ということになります。この図はテストによく出ます。